ピンポンパンポン。みなさんおはこんばにちは。好きなものは生八つ橋のゆっくり霊夢だよ。みなさんおはこんばにちは。好きなものはサルミアッキのゆっくりマリサだぜ。今回は予告通り、地層榴弾砲の解説をしていくよ。地層はわかるが、榴弾砲ってなんだぜ？榴弾砲っていうのは主に30口径以下の大砲を表すよ。だけど今で白別が曖昧になってごっちゃになってるよ。口径ってなんだぜ？口径とは砲身長を発射される砲弾の直径で割ったものだよ。例を出すと、7.5 センチ間プワーゲン可能ね 37L24 と 7.5 センチ間プワーゲン可能ね 42L40 で、同じ 7.5 センチ砲でも砲身長が違うんだよ。ちなみに間プワーゲン可能ねは戦車砲、その後ろの数字は製造された年、L は口径だよ。7.5 センチ間プワーゲン可能ね 42L40 だとこんな感じだよ。ちなみに戦車砲は中大器とか色々ついてるので、そのまま計算しても実際の口径とは違うよ。なお口径は口径長の略だから、本当の口径と取り違えないでね。説明なげーしややこしいよ。てか途中なんか違うもの説明してただろ。まあ、多少はね。ところでマリサは第一次世界大戦において、何によって戦死したものが一番多かったと思う？戦死。そうだね、大砲だね。なんでかというと、第一次世界大戦の西部前線では敵同士で何百キロにもわたる塹壕を掘り合い、それを互いに大砲でぶっ飛ばし合ってたよ。まったく、西部戦線は地獄だぜ。ところが塹壕ぶっ飛ばし合ってると、ぶっ飛ばされないために深く塹壕を掘り、さらにそれをぶっ飛ばすために大砲が大型化していくよ。だけど大型化の影響で、素早く陣地転換ができなくなってしまったんだ。まあ、つまりこういうことだね。目標地点確保のために、砲撃や爆撃で攻撃した後に、攻略部隊で目標地点を攻撃するんだけど、この時、砲兵からあまりに離れすぎると、攻略部隊は無防備になるんだ。そしてこうなると。まずこういう戦況はあまりないけど、簡潔に言うと、砲兵はいかなる状況でも素早く行動できないと、戦況そのものに関わるんだ。そのために戦車に榴弾砲を装備させた自走榴弾砲が開発されたんだ。戦場の女神だもんな。動くならトラックとかでもいいんじゃないのか。なんで戦車が使われたんだ。機動性って知ってる？あ、はい。説明も大体済んだことだし、各国の自走榴弾砲を見ていこう。まずは一次大戦時の自走砲だよ。この頃のものは戦車の車体に大砲を乗っけただけのものだよ。ちなみに GPF194mm 自走砲の方は長生きで、第二次世界大戦でドイツ軍に路獲されて東部戦線で使われたよ。何気にこの頃の兵器って長生きだよなぁ。T34 とかセンチュリオンとかそこら中にあるし。次は戦艦機と二次大戦初期のものを見ていくよ。この頃になると、より射程が長い超方針砲を乗せるようになったよ。なんかトラクターが混じってるんですけど。大戦末期になると、ティーガーやパンターなどの撃破しにくさにぶち切れたソ連が SU-152 でトーチカや戦車をぶっ壊しまくったり、日本軍の防御陣地に手こずってたアメリカがとんでもない自走砲開発したり、移動時に砲塔を後ろに連結する自走砲など、様々な自走砲が作られたよ。最後のは普通に可愛い。ちなみに大戦後は新兵器の登場によって自走砲の立ち位置も変わったよ。新兵器。それについてはみてもらった方が早いね。やべ、音楽間違えた。やっ。見てもらった通り、核兵器だよ。冷戦中はいろんな兵器に核弾頭を乗せてたんだ。無反動砲にも乗せたりしてたし。何それ怖い。それで米ソどちらでも大砲から核砲弾を撃ち出せるようにし、ソ連ではそれを自走できるようにしたよ。それが 2A3 コンデンサトール 406mm カノン砲だよ。ちなみに後ろ向きに進むよ。なんか既視感が。気のせいだよ、多分。
これよりヤバいやつも開発されたけど省略するね。ちなみにこういった核兵器は ICBM の登場によってほとんど廃棄されたよ。いろいろあったが、最終的に自走砲は画像のような形に落ち着き、各国で運用されてるよ。新兵器もあったけど気にしたら負けだよ。というわけで、今回は少し短いけどここで終わりにするよ。ご視聴ありがとうございました。